切ってみますか。よいしょ。山登る人が神社の駐車場、神社の駐車場を止めんなということやね。あ、抜けたらかなって。よいしょ。あ、まあ歩きやすいね。潮騒の小道。赤浦天満宮方面、こっちが高津市山方面。地図はないのか。え、こっち、え、どっち、これこれ上がるのは何だ。この矢印はこっちやな。下がってるけど大丈夫かな。舗装された道かな。あ、そうやね。こっちやな、高津市山頂方面、赤道大浦方面。あ、落ちた、降りれんの。こっちが高津市山赤浦口バス停方面、高津市山 0.7。歩きやすいな。心地よい。限りなくそうやな。そうやそうや。地味な登り勾配しんどいけどね。桜が咲き誇ってるで。ここ行った最下作も行けるのかな。ああ、いいな。弁当持ってきたかった。熱っ。朝の肩の波見えてるやん。
いや、とかやね。こんな角度もいいな。和歌山の市街地の方かな。綺麗なとこやな。ちょっともう葉桜のありかけかな。満開がちょっと過ぎたんかな。葉っぱ出てきたもんね。あの辺が和歌山公園ね。あれ和歌山市駅か。和歌山駅はこっちの方かな。え？こっちは雑賀崎、雑賀崎灯台、坂東湖公園。あれ、雑賀崎漁港やね。ええとこやな。桜がいいよね。ついたらどこ行くんやろ。雑賀崎の降りれんのかな。ハラハラと散るところがまた良いね。素晴らしい。綺麗な。ちょっと空が白いな。まあ、残念。いいね、なかなか桜並木やな。満開やね。
そうでもないか。猫猫。お、この辺が廃墟ホテルやね。これも赤の浦の本領発揮やな。廃墟ホテル群。回転宇宙風呂はなくなったけど廃墟ホテルは健在や。ここの駐車場もなんか塞がってんのも、これもなんか廃墟に関係あんのかな。展望台やね。廃墟になってしまっている。